みなさんこんにちは、森えりです。はい、今日はね、あれなんです。この私のお手手を使ってですね、この指にネイルをしていきたいと思います。でです、私のちょっとムチムチなですね手を使っていくんですけども、今日なんで顔を出さずにネイルだけの動画を作っているかと言いますと、じゃんてん、はい、私夏に夏は怪我をするであろうと、これ100均で買いまくっちゃったんですよ。でこれが2個あるの、家に。で見事に今年の夏は怪我をしなくてですね、こんなに残ってしまって、まあいいことなんだけれども、怪我をしなかったことにはね、なんだけれども使い道がなくてね、別に今すぐに全部使えたわけじゃないんだけど、こんだけあるので、せっかくなのでこの絆創膏を使ったネイルをしてみようかなと。まずハサミを用意して、もう半分に切っといたんだけど、こうやって半分に切っておいた絆創膏を剥がして、結構粘着が結構あるから、もうなんかペリペリってこうなんか剥がしやすいようにしといて、でここに合わせてね、この爪にエッジに合わせて、こうなんかもう本当にここにずっとどこまでやるとか、こういうのをさ決めて、ここを大きくすればするほど可愛い人もいるんだけど、私深爪だから、どうしようかな、ここら辺、ここら辺かな、ちょっと合わせます。ここにあとは塗っていくだけなので、ここの隙間とかを爪楊枝でこうやってちゃんと押さえておいてください。そうしないと綺麗に入ってくれないので、上にやっていきたいと思います。で今回はこんぐらいね、ネイルがあるんですよ。ほら色がちょっとこんだけあるので、一番わかりやすい色にしようかな。どうしよう、赤にしようかな。じゃあこの赤系のピンク塗りたいと思います。でここに本当上から塗るだけ、こうやってペーって。で、はみ出してしまった部分は、ウッドスティックとかこういう楊枝とか使って拭いてもらって、ウッドスティック持ってる子なかなかいないと思うんだけどね。はい、それでこれを剥がします。ただふーってしてね、ふーってふーってしてください。はいはい、これでペロンってします。ペロンダリンダン、ほらできた。すごいフレンチになってる、かわいい。ちょっとじゃあ人差し指に行きますね。とりあえず半分、こんなこんぐらいこんぐらいこんぐらいって開けて切っていきます。はい、今こんな感じで切りました。わかるかな、このペロペロンってしてるの。こうやってなったらここに貼っていきます。でまあわかると思うんだけど、普通に貼ってペロンってして、ちょ、まあ、やった方が早いですね。ちょっとやってみたいと思います。今こんな感じで貼りました。でここからなんですけど、一枚一枚めくっていきます。ボーダーにする部分としない部分。はい、でちょっと楊枝絶対使った方がいいと思うんだけど、ここのここからめくっていきます。ちょっとさっきピンセットあったんだけど、ピンセットどこ行っちゃった。わかるかな、この膨大になってるのわかりますかね。とりあえず
細かいんだけども、ここ見えるかな、ここが開いてて開いててって感じなので、これも分かりやすく赤でやりますね。青にしようかな、ボーダー青にしよう。じゃあ青を使います。これねちゃんと押さえてやった方がいいよ絶対。あと反対塗るだけ、ペペペって乾かしてない乾かしてない、いきます。これね、いきますよ、じゃびん、じゃん、ほらボーダーこんな感じで、抜けた後はこんな感じです。ほら変な感じ、タコ踊りしてるテンテレ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 ン。はい、これ絶対ねあのベース塗った方が可愛いと思います。ほら、はい、こんな感じで、これとこれは、まあ、ボーダーとフレンチは簡単にできます。でフレンチは本当にこの下の方で作ってもめっちゃ可愛いと思います。でこういう風に作ってもいいと思うよ。なんて言うんだろう、こんな感じで逆フレンチみたいな感じで作っても可愛いと思います。あとは塗り方なんですけど、こういう風にしたりとか斜めにしてみたり、いろんな形ができるのでやってみてください。最後にね、応用編でちょっと作りたい形があるので作りたいと思います。ぴょん、ハートで、こうやって使うのもよしだし、今切った方、このちっちゃい方を私は使いたくてですね、なのでここに貼りたいと思います。ちょっとカモメみたいになっちゃった。はい、こんな感じで、こっち待ってる間ちょっともったいないので、こっちも一緒にやりたいと思います。でこっちも乾いてるので、同じようにさっきと同じようにやっていきます。これ剥がして、はい、真ん中にできました。なのでさっきと一緒にこうやってベンってやって、めっちゃこうちゃんとここの際をこうやってはめ込んで、であとはハートの上から塗るだけです。でも本当に楽、これめっちゃ楽です。よくね小学校の時とかこれやってた。でこうやって乾かして外します。これもさっきと同じ要領。おいしょ、はい、ハート見えるかな、ちょっと影になっちゃってるけどハートです。ちょっと乾いてるかわかんないけど外しますね。よいしょ、はい、ダン、はい、こっちはこっちでできました。ハートやるので、皆さんよかったら絆創膏ネイルやってみてください。めっちゃ簡単なので本当にぜひぜひ。このボーダーとかもベース引いてちゃんとコーティングしてとかだったらめっちゃ可愛く仕上がると思うので、よかったら皆さんやってみてください。それでは森よりでした。バイバイ、皆さんやってみてくださいね、絆創膏ネイル。バイバーイ。